始まりました。マリオゼロサムドッキー VS ソニックディディカムイ、なんか見てないうちにアースカムイがすごい被弾してるっていう状態に、的に他人数のチームになると全くもう追えなくなるんで、思った感想しか言えないです。序盤としては、リンク、スマッシャーリンクはあまり被弾せず、あとは全体的にダメージが横並びといった感じですかね。ちょっと投げミスがあってしまったような。ここのサライがでっかく下がっていく。ここでアースカムイが先に飛んでてしまう。しかし青チームのパーソンが5分溜まってますね。あと後ろ投げで、赤チーム、おーっとピンク以外全員規制してしまったが追いついていく。マッシャーリンクがちゃんとここへ引いてますね。自分のストップが生きているのが大事だと。さあここでドンキー落としていく。おっと、しかしここで上投げ上、そしてひっそりとナスピワリオが攻撃に輝いていく。さあ狙っている様子が見えますね。撃墜したいところだが、で、ソッシュ、ヒット。状況はもう五分といった感じでしょうか。あっと、ホーヒー入ってしまう。さあ、ロッキーが使うと本当に火力高いですね。あと、ゴリラミアンが飛んでいますか。あーっと手だけ食うえ、ほぼ5分ですね。若干赤チームがパーセントは赤いですが追いつけるか。だってさあバナナスプラッシュからよくスマッシュからの、おっと手に飛んでいった。今日は青チーム有利。さあカウンター虫も外れちまって、おっとおっとおっと。さあいつの間にやらストックがこれでゴムになったが、ヒカルドッキーが今だけ真っ赤のままだ。おっと空から、おっとおっと味方を蹴り飛ばした。なんてこった。しかし、アースカイム結構体力として禁止なので、まだまだ分からない。おっと、砲火炸裂。さあ、完全な地獄になりましたが、パーセントとしてはほぼ5分。しかし、DD が若干、パーセントが少ない。また下から、狙っていく。パライザーから、しっかりと連携をつないでいく。また後ろ投げを攻めていく。
さあしかし体力的には赤チームがリードしているが、青チームには必殺攻撃というものがあるので、体力を保ってしまうとかなり危なくなってしまう。さあちょっと今怪しいラインだった。そうそうそう、狙っている、これは狙っている体勢ですね。さあマッチョスチロサムが若干前に出す。おっとここで投げヒット。おっとしっかりと撃墜して勝っていったのはスマッシャー流れヤース。